みんなもよく知っているこんなゲームの世界。そう、そのゲームでは俺はみんなの勇者様で、6人の可愛い戦士たちと戦いの旅に。リアルロープレの世界にしょ、なぜ俺がって。アリス、メニ負けない。私たちには友博様からいただいたパワーがあるのだから。それはこの世界の時間で遡ること、1ヶ月ほど前の話。神の名のもとにお誓い申し上げます。私たちは朽木友博の妻としてその生涯を支え、喜びも悲しみも分かち合い、共に生き守り抜くことをここに誓う。私の名はアリス・エルザーン。私の名前はフレイ・リンギット。アリス・フレイ。俺の名は朽木友博。ついさっきまで女の子とも縁がなく冴えない歴史オタクの平凡な学生の俺が、突然白い光に包まれ、現実の世界からユニフォニアという名のこの異世界に召喚された。はい。私たちを妻として迎えること、そして生涯を共に生きること、お誓いいただけますか。誓います。まさか、まさかの展開です。綺麗だ。俺なんかが相手で本当にいいの。他に手がないならやるしかない。じゃあ他のみんな二人のフォローは。力を与えたまえ。イカズキアエクスプロージョン。難しい。今だ。我が魔力よ、この剣先に集え。そして闇を払え。何、よっしゃー。勇者様。あ、極楽極楽。一度あなたと子作りできる日を待ちわびておりました。お疲れ様でした。はあ、今日も夜勤疲れた。はあ、うん、女の子、変な格好してるな。ねえ、そこの君。お母さんを探してるの。一緒に手伝おうか。もし、あらわが見えるのか。おお、電波っ子かな。わらわの窮地を察するドル、そしてわらわに気づく潜在能力の高さ、見つけた。来るがよい、アルフヘルムへ。そんな大声で。オンズーク。ここでは我らエルフは神の木、
神女の加護を受けて生活しておる。慌てるでない。チャンガチャンガ、わらわの他にも主様の精液を欲しがっているエルフはたくさんおるでの。クッククッ。昨日は散々絞られたな。水浴びでもしないともうベッタベタで、はあ、女の声。バカ者！あの娘はダークエルフ。いくら救世主殿の頼みとはいえ、敵対関係にある我らの村に留めることなどできるわ。そうは言ってもな、俺から離れてくんないんだよ。長老なる、お願いです。私イブリンは、モンスターから私の命を救ってくれた唯一さん、マスターのおそばにずっといたいのです。結界張りやがって。早く逃げろ、ノルを呼んでくるんだ。救世主様。ミズリー的には無謀って感じかしら。結界だ。あら、意外と早い登場ね、ノル。はあ、未熟者めが。脅しの一撃、雄一に当たりそうだったではないか。助かったのか。愚かなる人間よ。今夜最も闇が深くなる。一人でここへ来い。もし一人で来なければ村を滅ぼす。主様一人でダークエルフと。そうじゃ、キャツラの口ぶり。従わなければ本気でエルフを滅ぼしてでも救世主殿を奪うつもりじゃろう。こんな争いにお主を巻き込むつもりはなかったんじゃが。あのこれは憶測なんですが、ダークエルフさんも私たちエルフと同じ神樹の力により生まれた存在です。神樹の力が衰え、私たちに肉欲が戻った今。確かに弱点といえばそれしか思いつかんな。本気で言ってます、それ。もちろんじゃ。そうだ、いいこと思いつきました。これは花の蜜で作ったお薬。そうね、人間の言葉を使うと媚薬かしら。チャンガチャン。 5 minutes later。 私はデルバ、ダークエルフの将軍だ。早速だが、お前が欲しい。私の国もエルフ同様絶滅の危機に瀕している。お前の子種が必要なのだ。断るなんて言ったら。力ずくでも連れてくぜ。始めろエルダ。ダークエルフの弱点を忘れたのか。あやつらも所詮は女、性的に落とすのじゃ。出せよこら。暴れるな。ここ何もなくて退屈なんだよ。ダメだ。じゃあ私と交尾してくれ。マスターよろしいでしょうか。こちらはフィリスさんからのいただき物で、ご主人様にお使いするものの衣装だとか。
もしよろしければこの衣装でマスターにご奉仕したくて。ノル、これは一体。はあ、疲れた。うわ、わかったよ。満足するまで付き合うよ。ちょっと外の空気吸ってくるか。デルバさん、お前港の子作りで疲れているようだな。生命力を増幅させるものがある。男のお前ならそれは精子の量を増やすことになるのだが、やってほしいか。はい、行くぞ。こうなることは分かっていたのに、私はお前が射精しやすいように幻影を使おう。私にさせたいことや着せたい服などはあるか。それなら。女、はい、デルバさんにぴったりです。そうか。はい、誰からでもいいわよ。よろしくお願いします。どうしてもって言うなら私は構わないけれど。